プロ野球タイブレーク導入検討へ来季移行しや、日本野球機構 NPB 都12球団が延長タイブレーク制の導入を検討することが24日分かった。早ければ来季からの採用に向けて今後議論を重ねていく。大リーグでは延長10回から無視2塁出始める特別ルールとして20年から実施、より勝敗が決しやすく、選手の負担軽減や試合時間短縮にもつながっており、導入されれば画期的な制度変更となる。タイブレークは延長回の初めから塁に走者を置き、得点が入りやすくなる特別ルール。導入されればファンの最大の関心事である勝敗がはっきりとつき、消化不良が解消される。来季以降を見据えて近く本格的な検討が始まる。ピッチクロック結論、まだ投球間の時間制限。ピッチクロックは23年7月のオーナー会議で本格的に検討していくことが確認されたが、まだ採用可否の結論が出ていない。23年にピッチクロックを導入した大リーグでは当時の故障が相次ぎ、選手から批判が噴出。地方球場開催が多い日本ではタイマー設置などの課題も多く残っている。ソフトボールや少年野球ではタイブレーク、ランナーを2塁からというのはよく見た記憶があるし、トーナメント大会のように延長戦でもダラダラと時間稼ぎをして勝敗の行方が分かりにくいやり方をするよりも、プロ野球でもタイブレーク導入をした方がいいとは思っていた。メジャーで導入されてるのは延長戦に制限がないからでしょ。日本のプロ野球は延長12回という制限があるんだから、今のままでいいと思う。引き分けなんて毎年各チーム10回歩かないか。今年のセリーグは異常に多いけど、そんなとこで負担軽減とか試合時間短縮とかして何の意味があるのかわからない。負担軽減ならセリーグの投手を打席に立たせず投球に集中させたり、ベテランの休養とか若手の起用の幅を広げられたりできる DH 導入の方が先だ。21年のヤクルトは阪神より勝利数が少ないのに優勝したように、引き分けって勝ちより価値がある時があるからなくしたいのはわかる。もちろん負けないチームが強いから優勝したわけなんだけど、タイブレークにしたらもっとルールが難しくなるんじゃない？個人的には賛成。MLB のように二塁ランナーを返しても自責点はつかないルールにするのかな。それは来季にやってもらうとして、今季はボールの問題について今すぐ取り組んでくださいよ。また黙っているようなら次こそ NPB 上層部と水野は責任をしっかりと取るべき。 NPB には引き分け制度があるし、12回までなんだからタイブレークは不要。それにリリーフ投手の気持ちを考えると負担は逆に増えるんじゃない。一ファンとしては野球の魅力が下がるので止めてほしいです。投手の防御率はどうなるんだろう。あと単純にランナー苦手な投手は普通に不利になるね。それに仮に初めからいたランナーは防御率に影響ないとしたとしても、それで負けたら敗戦投手。仮に記録的には敗戦投手扱いをしないとしても、見ている人たちの印象としては相手の投手はちゃんと抑えたのにってなるから、相対的なイメージが敗戦投手になるんだよな。その辺どうするんだろう。タイブレーク確かに点は入りやすいけど、延長戦でなかなか点が入らないハラハラを楽しむ良さもあるんだよな。どちらかといえばタイブレーク導入反対。タイブレークを導入したとして決着がつくまで何回でもやるんだろうか。そうするとかえって負担増になる気もするけど、どうなんだろうね。昔みたいに15回までやって、基本的に引き分けはなしで勝敗をつける。姿勢が違う方向に進んでいるね。時短にせよ申告敬遠にせよ、ここ数年で唯一評価できるのはリクエストぐらいか。タイブレークにするのはいいが、並行して時間短縮の流れは良くないな。投球間隔狭めたら故障が増えかねない。二塁ランナーを返しても自責はつかないが、打点と得点はつく。あとセーブ難易度が9回と延長で違ってくるような。ピッチクロックは大反対やけど、タイブレークは賛成。リーグ戦なので引き分けがあってもいいのではないのか。タイブレークもいいけど、さっさと今年の違反玉をどうにかしてくれ。タイブレークするんやったら引き分け廃止でいいでしょう。もう余計なことはしなくていい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。